はい、おはようございます。ロサンゼルスの浩平です。はい、今日はですね、僕の初めて買った家、8年前ぐらいに買った初めての家があるんですけれども、それをまあ、ルームツアーを写真を使いながらさせていただきたいなと、思ったんです。というのはですね、僕のチャンネルで最近動画で、例えば1億円ぐらいの家とかが固まってたり、3000万円ぐらいの家の固まっている動画ですね、家ですね。で、それを歩きながら動画を撮ったりしていることが多いんですけれども、その中でですね、部屋の中とかどうなっているんですかとか、そういったリクエストと言いますか、そういったご質問とかもいただけるんですよね。で、今ですね、ちょうど、コロナで、あんまり、ちょっと、取れないこともないんですけれども、エージェントさんとかもなるべくウェブサイトでね、家の中、ちょっとできるだけ見てくださいっていう雰囲気もあるんですよね。で、確かにですね、ジローとか、レッドフィンとかですね、トゥルリアとかそういうのを使えば結構な大きな情報とか写真とかがわかるんですよ。今はムービーとかでも結構見やすくなってまして。でですね、ちょっとその現場になかなかその中に入ってまでちょっと撮るっていうから難しいんですよね。で、そんな中でですね、何かいい方法がないかなと思ったら、僕の家があるなと思いまして。で、僕の家、今人にお貸ししているんですけれども、僕が貸す前ですね、僕が買った時に、写真を撮ったものですね、があるんですよ。それを使って、ちょうど iPhone を買って、iMovie で編集もちょっとできるようになったものですから、少しですけれど。写真載せながらですね、うまく説明できたらいいなと思っている感じなんです。あと、タウンハウスとか、一軒家の違いとかも説明できればなみたいな感じで思っているんです。はい、ではですね、早速行きたいんですけれども、まずですね、タウンハウスですね。それアメリカで、特にこのカリフォルニアではめちゃくちゃ多いんですけれども、どういったものかというと、一軒家では、ないんですよね。一軒家みたいな感じのタウンハウスもあるんですけど、いろいろなんですけれども、いわゆるそのタウンハウスっていうのは、こちらでは、コンドとか、そういう言い方もするんですけれども、同じような家がずっと並んでいる家ですね。そういうのをタウンハウスとか行ったりするんですね。ですね。家がですね、くっついちゃってる。他の隣と隣がくっついちゃってるっていうことなんですよ。で、玄関は別であるんですよね、それぞれ。その日本のマンションとかでも屋根は一つじゃないですか。屋根は一つで、それぞれ皆さんドアがありますよね。そういった感じで、それが、マンションというか、平坦というか、横に並んでる家ですね。そういうのをタウンハウスとか、行ったりするんですけれども、今度とか。で、そこの家を僕初めて、約8年前ぐらいに買った感じなんです。で、それがですね、買ったのが大体、買った当時は、約2000万円ぐらい、約20万ドルですね。はい、しました。今はですね、もう値段が上がって、40万ドル、超えている感じですね。カリフォルニアの家っていうのは、基本的には、ずっと家が上がっていくものですから。はい、それを、買ったわけです。で、今はだいたい築40年ぐらいの家ですんで、僕にしたらそんな古いとは思ってませんけれども、日本からしたら結構古い方に入るのかな、わかりませんけれども、築今で40年です。はい、ではですね、タウンハウス、行きたいんですけれども、横が繋がってて、じゃあ一軒家とどう繋ぐかっていうと、やっぱりそのプライベートがですね、ちょっとだけ狭まるって言いますか、どういうことかというと、隣の人がですね、くっついている場合、大声で喋ったりしたりすると結構聞こえたりするんですよね。人の声とか、犬とか猫とか飼ってたりすると、そういった鳴き声とかも聞こえてきたり、結構あるんですよ。くっついてるわけですから。でして、そういった問題というか、そういったこともあると、一軒家でしたら、横が繋がっていないんで、そういうことはないですよね。でして、人気だけでいけば、基本的には一軒家の方が人気があるんですよ。で、値段の上がりも、一軒家の方が早かったりするんですよね。その下がったり上がったりってしながら行くわけなんですけども、家の値段っていうのは。それが上がるときに一軒家のときはボーンと上がるときがあるんですよね。はい。そういった感じです。で、入りまして、中に入ると、リビングルームがあるわけです。2階建ての、タウンハウスを買ったんですけれども、1階はリビングルームとかトイレと、小さい庭と、ちょっとキッチンがあって、あと車ガレージ2つですね。置ける感じです。で、2階には、寝室が3つあるわけですね。そんなに広くないです。で、家の広さは約1300スクエアフィートぐらいで、平米で言うと120ぐらいという感じですね。はい。それぐらいです。1階と2階の、合わせてですよ。合わせてそれぐらいの大きさです。
で、1階は、まあ、一応リビングルーム、これちょっと写真で見ると、まあ、結構広そうなイメージあるかもしれませんけれども、まあ、そんなに広くないんですよ。まあ、これ買った当時の写真なんですけれども、まあ、ペイントとか前のオーナーさんが、まあ、全部やってたんですよね。うん、あの、フロアとかも全部新しいのに変えてて。で、まあ、見た目はちょっと、まあ、写真で見るといいかわかりませんけれども、まあ、こういった感じで買った感じなんです。で、まあ、一つお話したいのは、あの、檻というか、あの、窓の横に、あの、まあ、ケージというか、あるんですよね。まあ、鉄みたいな、なんか柵があるんですよ。その窓に。うん。窓に柵があって、それはなんでついてるかっていうと、まあ、僕が入る前から、買う前からついてたんですけれども、まあ、基本的にこういったのが、まあ、柵が多い家っていうのは、まあ、基本的には、その、まあ、泥棒が、まあ、入りにくくするためですよね。でして、まあ、治安があんまり良くないことが想像できる。ということなんです。まあ、中にはですね、治安が良くてもつける人いるんですよ。その窓ポンと割って中に入れないように柵ですね。つけてある家とかもあるんですけれども、まあ、治安のいいエリアとかだと、まあ、ほとんどの家はついてませんよね。まあ、僕の住んでた場所っていうのは、そういったちょっとあんまり良くないエリアだったんですよ。夜とかもちょっと一人であんまり歩けないような、そういった感じの家だったんですよね。はい。で、まあ、それがちょっと、まあ、一つですね。はい。まあ、それが1階に、ついていると。まあ、全部の家、ですね。あの、このタウンハウス、まあ、いっぱいあるんですけれども、僕の住んでたエリアは、もう全部窓外側は、こういったのがついているという感じです。まあ、あと、キッチンですね。キッチン、まあ、あの、小さいキッチンが、ま、一つついてたんですよ。まあ、自分にしたらそんなキッチン小さい方ではないんですけれども、アメリカからパッと見るって感じはそんなに大きいキッチンではないんですよね。もう二人入るともうほとんど動けないっていうような、まあ、キッチンだったんですけれども、写真で見るとちょっと広そうな感じするかもしれませんけれども。で、これもまあリモドリして、あの、まあ前のオーナーさんがしてたんですよ。まあしてもしなくても、まあどちらでもね、いいんですけども、まあすれば高い値段で売れやすくなるというだけで。うん、まあしてあった感じなんです。まあこのキッチンの真横にちなみにガレージ、車2つを置ける感じで、で、まあそこ、ガレージ、車にポンと置くと。で、そして、まあ今日のキッチンに入れるという感じなんですよね。まあそれの他にまあ玄関、まあ普通にちょっとドアがあるんですけれども、小さいドアが。まあそこから入れるという感じです。で、1階にはあとトイレですね。まあトイレは普通の、まあ、あの、これシャワーはついてないんですよ、1階は。シャワーはついてなく、まあ、トイレと、まあ、洗面台ですね。まあ、それがついてて、まあ、買った当時はですね、この洗面台がちょっと壊れてたんですよ。壊れてたんじゃないんですけれども、なんかその、水漏れ中でしてたんですよね。で、もう腐ってたんですよ。その洗面台の下というか、その水、手洗う場所。もう木が腐ってて、ほんで、その、もう変えないといけなかったんですよね。まあ、それは別に前のオーナーさん、まあ、ね、頼んで、まあ、変えてとか言うこともできるんですけれども、買うときに。でも、まあ、それ、まあ、別にオーナーさんも絶対変えなければならないとか、そういった決まりはないもので。うん、で、まあ、僕、まあ、買ってから、まあ、自分で新しいのを買って、まあ、そんな高くないですけれども、まあ、直した感じなんです。はい。で、あとですね、まあ、ちょっと一つ、注目というか、まあ、タウンハウスでも、ちょっと自分専用の庭がついている時があるんですよ。タウンハウスによってはついてない庭もあるんですよね。まあ、いろいろ種類はあるんですけれども。で、まあ、今住んでる僕の家の庭の、まあ、10分の1以下ですけれども、一応ちょっとついてたんですよね。うん、で、まあ、ここでですね、まあ、ちょっとあるとないとで、やっぱり僕にとっては結構大きな差でして、まあ、ここで、まあ、シャドーボクシングなり、ね、あの、腕立てとか、まあ、スクワットとか、まあ、ちょっといろいろやってたんですよね。まあ、それぐらいのスペースはあるんですけれども、まあ、ちなみにですね、レモンの木を埋めたら、なんか土が悪かったのかな、か、日当たりが悪いのかもしれませんね。なんか育ちませんでした。自分のレモンの木は。あの、一応土がちょっとだけついてて、で、埋めたんですけども、ダメでしたね。はい。まあ、でもですね、自分専用の庭があるということなんです。でですね、次に2階に行きたいんですけれども、まあ、階段一応あるんですよね。まあ、階段、まあ、そんな大きくない階段で、まあ、人一人が、ま、通れるぐらいの階段なんですけれども、まあ、それを登って、まあ、行くと、まあ、2階に、ま、ベッドルームが3つあったんです。で、ベッドルームっていうのは、ま、日本でいう寝室ですね。まあ、これがですね、その家を測るときに、いえ、あなたどれぐらいの大きさ、How many bedrooms do you have? とか言って、まあ、それが結構指標になるんですよ。まあ、もちろんベッドルームが大きければ、まあ、多いに越したことはないんですけども、ただ、いっぱいあっても、その数が多くても、ベッドルームが小さい家とかもあるんですよね。まあ、ですので、まあ、一概にはそれ言えないんですけれども、まあ、ただ、
まあその家の大きさを測るときに、まあベッドルームが何個ありますかっていうことで、よくアメリカでは、まあ家はどれぐらい大きいんかなとか、まあそのサイズスクエアフィートで下がる、聞くときもありますけれども、まあベッドルーム何個あるっていう、まず最初にこうやって質問がよく出る感じです。で、僕はこの初めての家は、3つついていたと、ベッドルームがですね、そういう感じです。で、一つは、まあ、自分専用で、二つはいつも、まあ、近くにですね、大学とカレッジがちょっとありまして、で、まあ、そこで通われている、まあ、学生さんだったり、あと、まあ、プロフェッサーさんだったり、まあ、そういう方たちが、まあ、結構、まあ、僕ちょっと安めで部屋を貸してたんですよ。一般の人が貸してるより。ですので、まあ、常にいつも人が借りてくれているという状態でした。まあ、二つの部屋ですね、まあ、どちらも、三つあって、二つは本当に狭いんですよ。シングルベッドを一つ置くと、もうほとんど動けないっていうような場所だったんですけれども、まあ、それでも皆さん結構、まあ、気に入ってくださってまして、まあ、いつも、まあ、ここに大体4年ぐらい住んでたんですよね。で、それで、まあ、ほとんどの間、二つ、こう、誰かに貸していると、まあ、そういった感じだったんです。はい。で、あとですね、トイレとシャワーが2個ずつ、部屋2つ貸してますよね。その部屋2つ貸してて、そのお二人の方が使うシャワーとトイレと洗面台があるわけです。で、また僕専用の、トイレとシャワーと洗面台が2階にもう1つついているという感じでした。はい。ですね、2階、だから2階に洗面台が2つあるということなんですよね。はい。で、僕の部屋、寝ていた部屋っていうのは、まあ、これは結構ちょっとまあまあ大きくて、キングベッドを置いても、まあ結構、まあ広々としてるような、そういったちょっと部屋だったんですけど、まあ僕は、まあ大体ここでいつも寝てたり、ね、まあ作業したりとかしてたんですよね。はい。で、まあ、2階はこんな感じです。で、ちなみにですね、ちょっと見えるかわかりませんけど、窓がちょっと黒枠なんですよ。で、この黒枠を、僕、まあ、その買ったのが、その家のまとなりが、家のまとなりがすっごい交通渋滞の多い、まあ、通りだったんですよ。すっごい車が通るところ。で、その騒音がすごいんですよね。で、さらに自分の住んでる地帯は割と工業地帯でして、で、すごいトラックが通るんですよね。で、すごい、もうその音が結構自分の中で苦痛で、で、いわゆるその窓を、まあ、二重層にしたわけです。まあ、日本でも流行ってるかもしれませんけれども、まあ、その、いわゆるパンチとかしてもそんなに割れないっていうか、うん、で、まあ、あと、それで結構防音対策にもなるんですよね。まあ、そんなになったかわからないんですけれども、でもまあ、一応それ、ちょっと白枠にしたという、白、枠は白で、まあ、窓はちょっと厚めのやつにしたんですよね。はい。まあ、こういった感じです。で、あと、外ですね。家の、まあ、外をちょっと行くとみんなで使う、プールがあると。プールと、あと、ジャグジーですね。まあ、お風呂みたいな、ちょっと暖かい場所、暖かい疲れる場所というか、そういうのがついてたんですよ。このタウンハウス内に。で、まあ、それと、まあ、公園ではないですけれども、まあ、大きな芝生があって、そこで、まあ、僕の、まあ、その、自分の、ピーナッツなり、まあ、皆さんの枯れてる犬とかが、まあ、ここでトイレしたりしてですね、そういった場所、まあ、小さいんですけれども、あったんですよね。で、そういったプールとかは、まあ、その家のオーナーさんが管理費、まあ、HOA って呼ばれるものがあるんですよ。それ日本語で言うと、まあ、管理費っていう言い方が正しいか分かりませんけれども、それを、ま、支払うことで、それは支払わないといけないものなんですけれども、それを、ま、僕でしたら大体250ドルぐらいだったと記憶してるんですけれども、2万5000円ぐらいですね。毎月支払うと。そうすることで、まあ、そのプールが例えば傷んだりとか、そのジャグジーが壊れたりとか、汚れたりとか、そういうのを全部業者さんが、その管理している人がやってくれると、それを支払っていることで。うん、まあ、そういったメリット、それがあるわけです。で、この、まあ、ここがちょっとポイントなんですけれども、タウンハウスを買うと、その絶対まあ、一軒家では、支払わなくていい、HOA って呼ばれるものが結構な値段するときあるんですよね。例えば3万円とか4万円とか毎月。まあそういったエリアなんかももうガンガンあるわけです。で、それはもうエリアによって変わるんですよ。その治安が良かったり悪かったりとか、あと、例えばそのタウンハウス、コンド内でもジムがついていたりとかですね。あと、まあテニスコートがついていたりとか、まあそういった、まあ綺麗な、もう公園がしっかりしたもうね、公園がついてたりとかするとまた値段がめっちゃ上がったりとかして、まあそういうもんなんですよ。で、あともう一つポイントが、その工事、その家の外ですね、それを、まあ、その、タウンハウスによるんですけれども、基本的には全部やってくれるんですよ、壊れた場合。例えば屋根が吹っ飛んだとか、屋根が壊れたとかですね、例えば僕が前動画でお話した水道管が壊れたとか、外のですよ、家の外の側。家の外側は、大体もう無償でやってくれるんですよ。無償というか、まあ、その HOA を支払っていることでやってくれるんで、で、一概にその、例えばね、いや、お金持ちだから絶対一軒家がいいっていう人でも、
選ぶというわけではないんですよ。あえて例えばタウンハウスにしておけば外の管理は一切しなくていいっていうことなので、なんか壊れた時はもう全部やってくれると。で、屋根とかも壊れるとまあめちゃくちゃ高いんですよね。でね、水道管にしても僕が前動画でお話しした通りね、まあ劣化するものですから、まあそういうの変えたりするとめちゃくちゃ大変なんですよね。で、そういうのをまあ直してくれるということで、で、そういった理由で、まあ手間が省けるということで、こうアパートみたいな、こうコンドですね、まあタウンハウスを選ばれる方も多いということで、なんです。うん。で、ただですね、まあそのプライベートがその一軒家に比べれば、ちょっとね、やっぱそのもう住んでるエリアによるんですよね。まあ人によってもう全然変わりますし、ね、例えばもう隣の人は毎日カレーを作る人かもしれませんし、そしたらもうね、もう自分の部屋にもまあ匂ってくると思います。ね、犬飼われているかもしれません。僕の家、飼ってた、住んでた家は両隣の人がもう夜中中、泣くような犬を飼われてたんですよね。まあそういった問題もまともに聞こえちゃ、犬の鳴き声とかも聞こえたりする時もありましたし、ね、一軒家であればちょっと聞こえにくかったりするかもしれませんけれども、まあそういった問題もあるんですよね。でして、ね、まあ、だから、その投資とかで考えれば、ね、まあ、それは一軒家とか買えば、ね、値段が上がるときっていうのは、ボーンと本当に上がるんで、まあ、いいと思うんですけれども、まあ、そういったの駆け引きですね。うん。でですね、で、やっぱり、その家買うにしても、一軒家とタウンハウスだったら、ちょっとタウンハウスの方が競争率が落ちるんですよね。まあ、カリフォルニアっていうのは、家を買うことが、とてつもなく、難しいわけです。まあ、その、まあ、現金で買いたい、まあ、アジアからいっぱいもう来ていますから、投資家さんたちが。難しいわけなんですよ。でして、例えば僕なんかはあえて、治安の悪いエリアで、ね、そう、柵が、1階にね、もう窓の柵、まあ、動物園の檻みたいなのがついてたわけですよ。うん、そういうのついてるところをあえて選んで、そして騒音のうるさいところをあえて選ぶことで買い手がまあちょっと減るっていうところをまあ選んだおかげで買えたという、そういった事実もあるんですよね。うん。でして、もし僕がちょっとでもいいところを選んでたら、もう多分今頃、まあ家は、まあ今も多分まあ買えてないでしょうね。と思いますし、まあ、こうやって YouTube も撮れている余裕なんてなかったかもしれません。うん。でもまあ僕はその、まあ一応最初にですね、2000万円のね、もう今40万ドル以上になりまして、4000万円以上になりまして、まあ今もずっと上がり続けているんですけれども、まあそのおかげで、まあ今が、まあちょっと人生設計が立てられやすくなったと。まあ僕みたいなあんまりその得意分野がない人間でも、まあその家一つでですね、まあすごい大変、まあいろいろちょっと苦労を話せば、その家での苦労はいろいろあるんですけれども、まあ一応そうやって買うことができたものですから。うん、で、あ、ちなみにですね、このエリアっていうのは、ダウンタウン、ロサンゼルスダウンタウンから北にまあ大体3、40分走ったところで、まあそんなめちゃくちゃ田舎っていうわけではないんですけれども、ただちょっと治安が悪かったり、交通量がうるさかったり、そういった場所ではあるんですけれども、一応まあこうタウンハウスを変えたものですから、まあそこを元手に、まあちょっと今があるという感じです。はい、今日はですね、僕のタウンハウスの家をまあ、このちょっと写真を使ってお話しさせていただきました。ちょっとうまく説明できてればいいんですけれども。はい。ではですね、最後までご視聴ありがとうございました。はい。ピーナッツがお菓子を待っています。はい。はい。またですね、まあ、皆さんの何か、コメントとかありましたら、残していただけると、嬉しいです。はい。ではですね、以上です。最後までご視聴ありがとうございました。